今日はアメリカの大統領選挙のお話をしたいと思います。で、現在の、まあ、各種の世論調査の結果ではですね、現状においてはややトランプ候補が有利という状況です。ただこの優勢についてはですね、今年の3月4月頃までは、まあ、10ポイント近い、まあ調査結果によってばらつきありますけれども、かなり、まあ、トランプ候補の優勢が伝えられていたんですが、ここ数ヶ月間でですね、かなり、バイデン候補が追い上げているということで、まあ、1ポイントから2ポイントぐらいの差まで縮まってきているというような、まあ、流れにあると報じられています。で、なぜこういうふうになっているかというとですね、まあ、いろいろ理由はあるんですけれども、一つはバイデン側のですね、政策の軌道修正ということがあります。で、バイデン候補の、いわゆる、まあ、民主党のですね、支持基盤というのは、若者、特に学生層とかですね、それから黒人、ヒスパニック、それから女性、特に未婚の若い女性、こういう、まあ、層が多いと、かねてから言われてるんですけれども、まあ、いろいろとそれの反発を買うような、まあ、政策が進められてきたと。で、それに対して軌道修正をやってきたということがあるわけですね。で、典型的な例が移民政策でして、で、移民についてはバイデン政権になってからですね、まあ、これもカウントの仕方いろいろあるんですけれども、700万から800万人ぐらいの不法移民が入ってるんじゃないかと。で、そのうち5、600万人が一応逮捕されたわけですけれども、まあ、それ以外の200万以上の人がですね、まあ、潜入してるんじゃないかとも言われています。で、こういう移民の大量流入によってですね、治安が、まあ、悪化して、都市がもうスラム化していると。それから覚醒剤、あるいはフェンタニルという、まあ、薬がありますけれども、これもですね、特に中国から大量に流入していると言われているんですけれども、まあ、組織犯罪と結びついて大量に、まあ、アメリカに入っていると。で、何万人もの人がですね、毎年このフェンタニルで原因で亡くなっているというようなことも言われています。それから治安が悪化していると。で、この治安悪化に、まあ、むしろ油を注ぐようにですね、まあ、ペンシルバニア州などは典型ですけれども、州知事が民主党系のところはですね、まあ、軽犯罪にあたる窃盗とかはですね、もう罰金刑すら科さないと、もう無罪放免に等しい状態になっている。で、なおかつ警察力を弱めるために人を減らしたり予算まで減らすというようなことをやっていてですね、まあ、意図的に都市の治安の悪化を招くような事態を、まあ、州政府自身がやっていると、まあ、こういうとんでもない状況になっているわけです。で、そこへですね、共和党系の州に入ってきた、まあ、不法移民がこういった青い州というか民主党系知事の州へですね、不法移民を押し付けると。で、しかも都市部にそれが集中するということで、まあ、ペンシルバニアもそうですけれども、例えばニューヨークとか、あるいはカリフォルニア州ですね、こういう民主党系の、しかも大都会のあるところに、移民あるいは覚醒剤の中毒患者とか、こういった人たちが、まあ、集中していると。で、しかも略奪とかもう横行していてですね、無法地帯になっていると。こういうことで、まあ、ウォールマートとか、あるいはいろんな有名ブランド店とかがですね、もう撤退を始めていると。まあ、カリフォルニアからも人々が逃げ出していると、まあ、こんなふうな状況になっているということです。で、このような状況に対してですね、従来の支持層であった特にヒスパニックの人たちがですね、逆に、反バイデン、
民主党離れを起こしているというふうに言われています。でこれなぜかというと、自分たちはちゃんと合法的に、アメリカに、入り市民権を得てですね、そして真面目に、まあ、今の地位を築いてきたと。ところがそういうところへですね、不法移民の連中が入ってきて、で一番この不法移民と、職の奪い合いになり、また生活圏でも近いところで暮らしていて、その治安悪化の影響を受けるという人がですね、実はこのヒスパニック層だったり、あるいは黒人層であったりするわけですね。ですから、まあそういった本来の支持層だったヒスパニックか黒人の人たちがですね、この新たな不法移民の波に対して一番被害を受けて、それゆえにこう反民主党に回る、反バイデンに回ると、こういう、まあ、状況になってきているということです。したがってヒスパニックでもですね、3割以上がもう、反バイデンになったり、あるいはトランプ氏になっていると言われていますし、黒人もですね、まあ、従来はもう一桁以下だったんですけれども、今は共和党やトランプ支持者が1割を超えてくるというような状況になっていてですね、まあ、それが少なからぬ、まあ影響を与えているというわけです。でこれに対して、バイデン候補はですね、今年1月に密かにですね、あまり大っぴらには言ってませんけれども、あれほど反対していたメキシコ国境の壁の建設の再開を命じているわけですね。で、さすがにですね、これ以上もう不法移民の流入をさせると、自分たちの選挙で、票が減るということに、まあ、気がついたのかもしれませんけれども、国境の閉鎖という方向に動いているということなんですね。しかしその程度のことでですね、もう一旦開いてしまった国境が、簡単に閉じられるわけはありませんし、まあ、不法移民は依然として、入ってきている。で、これがですね、アメリカの社会の、まあ、分断、これをですね、まあ深めているという状況は、まあ、変わりがないわけです。それから若者層についてもですね、これはまあ人気取り政策かもしれませんけれども、バイデン政権はですね、在学間の奨学金に対しての、まあ、ローンがあるんですけれども、これがですね、インフレに伴って、まあ、金利も上がりですね、非常にまあ負担を招いてですね、若者層の反発を招いていたんですが、これを免除するというような措置もやってます。まあ、しかしこれについては不公平すぎるという意見もあってですね、まあ、若者の本当の支持につながるかどうかは分かりません。それから同様に今大きな問題になっているのはですね、そのバイデン政権のイスラエルネタニヤフ政権に対する支援なんですね。で、日々報じられているように、今ガザ地区ではですね、約7割の人たちが非戦闘員といわれる、まあ、そういうパレスチナ人の人たちがですね、イスラエル軍によって、まあ、虐殺をされているということで、まあ、非難の声が高まっているわけです。でこれに対して全米の大学等でですね、パレスチナに対する支援をせよとか、イスラエル軍の虐殺をやめさせろとか、で特に問題なのはそのイスラエルに対してですね、まあ、バイデン政権が軍事支援をやめないということに対する、まあ反発ですね、まあ、これが原因でですね、まあ、いろんなデモとかストライキが起こって、まあ、反バイデンの声が高まっている。これによって若者の民主党バイデン支持が低下しているということもあるわけです。しかし、まあ、これに対してはですね、やはり、バイデン政権は特にイスラエルロビーからの多額の、まあ、選挙資金を得ているということもあってですね、なかなか断ち切れないと。でもちろんブリンケン国務長官を何度も派遣してですね、まあ、イスラエルネタニヤフ政権に対し、ラファの地上攻撃等についてもですね、自重を促す、それからイランへの報復についても自重を促すということを、まあ、ずっとやってるわけですけれども、しかし案の定このラファの地上侵攻についてもですね、まあ、半ば黙認という形で、まあ、再開されたと。
いうことになったわけです。しかしこれ以上ですね、特に、イスラエルに対する大々的な軍事援助をやるということはですね、選挙対策上、制限ができないという状況には、基本的に変わりないわけで、そういう点ではですね、バイデン、政権のですね、イスラエルに対する大規模な軍事支援というのは、抑制されるであろうということが、予期されるわけです。それから対中政策についてもですね、トランプ政権の場合は非常に強硬論で、今もですね、関税を大幅に上げろということを言ってるわけですけれども、どちらかというとバイデン、政権はですね、それよりは融和的というかこういう姿勢だったんですが、最近はですね、例えば電気自動車に対する関税を大幅に上げたりですね、対中貿易で、中国はずっと輸出超過なんですけれども、これに対してもですね、不公正だということで、関税をかけるというような政策もバイデン政権は取るようになっています。こういったいろんな政策が行われた結果があってですね、バイデン その従来の極端な、グローバリズムに従ったですね、移民政策以下の政策というものが若干修正されているということで、少し、差が縮まってきている。でもう一つはその訴訟の問題ですね。で、これは初めてですね、史上初めて、大統領候補が有罪判決を受けるということが、あったわけですけれども、これは、ニューヨーク州という特殊な土地柄でですね、ほぼ9割以上が民主党支持者 でかつ州知事がですね、判事や検事などを選ぶ権限を持っています。で、皆民主党寄りですから、そのために、陪審員自身もですね、ほとんどが民主党系と民主党支持者ということで、公正な裁判とは言えないんですけれども、いわゆる陪審婦にお金を払って口止め料を払ったと。で、その口止め料をですね、弁護士費用ということで虚偽記載をしたということで、ビジネス文書の改ざんにあたるわけですけれども、これ自体は軽犯罪であってですね、もともと実刑判決を受けるようなものではないんですが、しかも時効になってるんですけれども、しかし、わざわざですね、何らかの目的があって、こういう虚偽記載をしたんだという理由でですね、時効を引き延ばして今回の裁判に持ち込んだと。しかも30いくつある罪状の全てにおいて、有罪ということが、陪審員によって、評決されたと。こういう経過をたどっています。で、これについてはですね、もちろん控訴は行われますし、最終的に、おそらく、無罪になる可能性が高いとも言われているんですが、これによってですね、訴訟のおかげで、他の訴訟もトランプ大統領を変えてますし、例えば機密文書の持ち出しの問題とかですね、これもこれから裁判になるわけです。しかし、機密文書の持ち出しや口止め料の、ビジネス文書の改ざんの問題とかですね、それから国会乱入事件の扇動の問題とか、これはもう先送りになったんですけれども、その他訴訟によってですね、選挙活動に専念できないということと、訴訟費用で、もうすでに8000万ドル以上使っているということで、選挙費用が制約を受けるといった問題もあります。で、しかしですね、ここに来てですね、またバイデン大統領側にとってですね、非常に大きな、課題が持ち上がってきているということです。これはまた次回お話をします。今日はこれで終わります。